カル、美少女戦士セーラームーン、ゴールデンウィーク、ファン感謝イベント。ということで、これはミステリー探しなんですけど、はい、私たちはなんとこのミステリー探しを歌ったのは初めてなんですよね。もう初です。はい、初ですね。もうみんなニコニコで、外部さんの笑顔はあんまり見られないじゃないですか。やっぱこのイベントでね、なんかいいですね。やっぱりイベントならではですね。そうそう、それです、それです。それを言いたかった、はい、それを言いたかった。なるほど。ちょっともうニコニコでもうね、この歌をね、もうずっと前から歌いたくて、幕開けで歌えるなんてもうとっても嬉しかった。とっても幸せだよね。私も本当に歌いたかったんだ。でもみんなピョン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 跳ねちゃってね。ね、新しいセーラー戦士もみんな頑張ってますね。はい、外部さんです。はい、なりなぶです。もう本当ね、こうやって見てるとまたなんかもうウキウキしてきちゃう。また踊りたいね。本当踊りたい。みんなノリノリだから ね。お客さんもね、こうやって手をこうやって叩いてるから嬉しかったよね。嬉しかった、嬉しかった。はい、終わっちゃうのか。イエーイ。みなさん、オープニングの曲はイベント初の歌、ミステリー探しでした。みんな春の10周年記念イベント見てくれた？見てくれたお友達、はーい、ありがとう。ありがとうございました。それではここで恒例の自己紹介、まずはマリナムーンからといきたいところですが、クキキ、先ほどから舞い上がっている選手が約4名ほどいます。皆様もお気づきのことと思います。今回はですね、新選手から自己紹介してもらいましょう。まずは新セーラーマーキュリー。はい、新セーラーマーキュリー、水野亜美役の若山真奈美です。ありがとうございます。私はセーラームーンミュージカルに出るのは初めてではありませんが、水色つながりでこの役をゲットしました。その時から先代のマーキュリーよりも可愛いと言われていましたが、こうやって周りを見てもやっぱり私が一番可愛いと思います。いい加減にしろ。怖い先輩に負けないように頑張ります。くじけそうになったら、まだ新高校1年生なんで、皆さん助けてください、お願いします。バナナしてるわね。なんか可愛くないみたい。怖いよ。怖くありませんよ。はい、次は新鮮です。新セーラーヴィーナス、どうぞ。はい、新セーラーヴィーナス、愛の都役の渡辺瑞希です。中学2年です。ずいぶん内部選手は若かったわね。その分老けてんのよ。うるさい。私は1億年生きてるの。え、プルートさんは恐竜なんですか。黙って自己紹介しなさいよ。はい、まだ子供なので華麗なヴィーナスは演じられないと思いますが、身長がちょっと高くなった分だけ頑張ります。先代村田恵美さん同様、めっちゃ明るく元気なヴィーナス。
スを演じたいです。応援よろしくお願いします。はい、続いては新セーラージュピター。はい、どうぞ。新セーラージュピター、木野誠役の岡田香里奈です。私も新ヴィーナス同様、元気印では負けません。そしてウラヌスには負けないパワーを売り物にして頑張ります。筋肉痛は高2の私にはありません。しびれるくらい応援してね。かわいくね。筋肉痛は本当だけどね、はい、年取ると2日後に出るって本当？では内部選手に比べて新外部選手は可愛いでげす。新セーラーサタンです。どうぞ。新セーラーサタン、トモエホタル役の中村ルリア11歳です。今度の夏公演は私セーラーサタンが主役だと聞いています。どこが可愛いのよ。ほんまに。だってセーラームーンスーパーってサタンが復活するのがテーマでしょ。復活するのは最後の最後ね。よくあるんだよ、1幕最後にしか出ないとか。あなたの場合2幕最後ね。すぐカーテンコールね。嘘って蛍ちゃんで登場するからそんなことないと思います。よく原作読んでるのね。原作のような可愛くて神秘的な蛍を目指して頑張りますので、いっぱいいっぱい応援してください。はい、このようにたくましい新人が入ってきたので期待がいがあると思います。夏までにはどのようなものになっているかご期待ください。それでは先輩。はい、まさか急に先輩になるとは思っていませんでした。セーラーマーズ日の霊役の吉田恵です。ありがとうございます。これからは内部太陽系セーラー戦士のリーダーとしても頑張っていきたいと思っています。体だけじゃなく頭も使っていきたいと思っています。新高校1年生吉田恵頑張ります。応援よろしく。キャッピー、キャッピー。新セーラーネプチューン。新人のような気持ちで役に取り組みたいと思います。セーラーネプチューン海王みちるを演じます浅見優香です。ありがとうございます。一花咲かせます。応援よろしく。キャッピー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 。誰か止めて。はい、壊れました。すぐ部品取っ替えてきます。お久しぶりです。セーラーウラヌス天皇遥か役の高木奈緒です。ありがとうございます。今回の夏公演はですね、セーラームーンスーパーを基本とした舞台ですので、内部太陽系戦士と外部太陽系戦士が初めて出会うという設定になっております。ですから先ほどネプチューンも言ったように、新しい気持ちでこのセーラーウラヌスにチャレンジしたいと思います。応援してください。よろしくお願いします。後だということを取られてしまいます。セーラープルート冥王刹那役の保坂優子です。これからは他人の世話より自分の世話をしたいと思います。吉田恵、わかった？はい。よしよし。いつも本番では初めて出会う気持ちで演じるのが本当だと思います。これからも一回一回の出会いを大切にしていきたいと思います。皆様も新しい気持ちで夏の舞台を見てください。お願いします。異例の純不動の自己紹介でしたが、最後はもちろんこの方です。ムフフフフ。おかしくなったのか。大丈夫か。新人っていうのは上がるもんだね。人がドキドキしてる姿見るのって楽しいね。おばちゃんみたい。春公演の仕返し。ムハハ。余裕満々、顔も満々。ミュージカルセーラームーン座長、セーラームーン月のうさぎ役の黒木麻里奈です。拍手。貫禄。何言ってんの。この前先代のムーンたちの前ではヘコヘコしてたくせに。そうです。いや、新人の皆さんを見ているとつい去年の自分を思い出しちゃって、すっごいドキドキするよね。でも私はもうしません。それは1年間このミュージカルを支えてきた努力が知らずに自信となっているからだと思います。そして子供で未熟な私を支えてくれたのは、この客席にいるファンの皆さんです。本当にありがたいです。これからはこの新セーラ
選手たちもファンの皆さんの応援で育ててくださいね。私ももっともっと頑張ります。よろしく。それではマリナムーンを支えるのはこの方しかいません。タキシード仮面様。違うタキシード仮面様じゃないですか。まったく。あら、いっぱい出てきちゃいましたねえ。女性の方ですか。あれは誰でしょう。かっこいいですね、やっぱり。かっこいいですね。かっこいいですね。わわわ、また出ましたよ。え、誰ですか。あら、雪村さんとヨラさんですね。あとアドさんとミキさんですね。バラが今飛びました、飛びました。この中で、はいはい、たくさんタキシード仮面様たちがいるんですけど、はいはいはい、めぐちゃんの中では誰がいい感じでしたか。そんな迷うわ。え、もうね、まあ、アドさんもいいな。でもミキさんもいいな。やっぱタキシード仮面ですよね。本物がいいのね、やっぱり。やっぱりタキシード仮面様がね。そうですね。タキシードラスモーキンボンバータキシードミッション、コスモスから託されてミスティックセッション、無限大に舞い踊らせてタキシードラスモーキンボンバー。はい、どうもありがとうございました。大丈夫ですか、タキシード仮面様。はい、大丈夫です。あの、他の方は死んでますけれども。ご協力感謝します。はい、じゃあそれではまずはタキシード仮面様からご挨拶をお願いします。はい、はい、タキシード仮面千葉守役の浦井健二です。ありがとうございます。はい、10周年を迎えるセーラームーンミュージカル、新しいメンバーも加わり、よりパワフルにいい舞台を作っていけるようみんなで努力するので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今の曲タキシードミッションを歌って踊ってくださいました偽タキシード仮面の皆様はですね、私たちの大切な先輩ですので、それでは遠藤アドさんから自己紹介をお願いします。はい、はい、今度の夏公演では生まれて初めて悪役から脱皮させていただきます。グリーム星人センティ星の花子役の遠藤アドです。まあ、ちょっとこのような格好で花子っていうのもちょっと説得力がないんですけども、頑張りますのでよろしくお願いします。同じくグリーム星人ダマスク星野慎太郎役を演じます池村芳也です。ありがとうございます。この役が、何年経っても皆さんの記憶に残るようなキャラクターにできればいいなと思ってます。皆さん応援よろしく。キャピッ。俺じゃダメか、やっぱりダメみたいですね。皆さんお久しぶり。お元気ですか。あ、そうですか。グリーム星人星野一家の母。誰が何と言おうと母なのよ。名前は星野バラコ。すいません。というわけで星野バラコ精一杯自分を壊して頑張っていきたいと思います。与田修介です。よろしくお願いいたします。私はどこまでも悪役の道を極めていきたいと思います。香りナイト役をやらせていただきます、川崎美希です。はい、皆様には後ほど再び登場してもらいますので、皆さん楽しみにしていてくださいね。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、タキシード仮面様、はい、たくさんいましたけどね、タキシード仮面様が、はい、なんかライバルはいました、今の中。ライバルは、うん、あれ。そうですね、ライバルはあの与田さんですね。ですよね。そう思いました。それだけ、それだけのために残ってくれてましたね。はい、それではここでもう一人の新セーラー戦士をご紹介しましょう。はい、私の可愛い戦士新チビムーンの登場です。どうぞどうぞ、ね。皆さん、はじめまして。新セーラーチビムーンチビウサ役の太田の波8歳です。
一生懸命頑張るのでいっぱいいっぱい応援してくださいね。さっきから気になってるんですが、ちびムーンの頭につけてるその可愛いのは何ですか？カチューシャマイクです。それではこの可愛いカチューシャマイクでちびムーンが歌ってくれるので、よい子のお友達も一緒に歌ってね。私の未来の子供ですよ。かわいいね。本当ちびうさちゃんって感じだよね。目でパッチリ、歯にパッチリ。かわいいね。かわいい。まっきれ頭切った。絶対本気で家出してきたんだ。やっぱりなんか分かんなくなっちゃうんですよね。勉強しろ、なんかお返事しろね、難しいんだよね。難しいね。とにかくでも頑張った。頑張ったね。今度という今度は待ちきれ頭切った。会場のねちびっ子のみんなも一緒にね、本当歌ってくれてね。本当みんな元気歌ってくれたね。たくない。カチューシャマイクも可愛いですね。マリナちゃんもつけてね。もうバッチシつけちゃいました。はい、ありがとうございました。みんな元気に歌えたかな。歌えたお友達、はい、たくさんいますね。じゃあね、ちびムーン、この曲のポイントを教えてください。これは、はい、元気に明るく踊ってればちびうさになりきれます。はい、元気にね、元気いっぱいに踊ってちびムーンになりきっちゃってください。このカチューシャマイクも可愛いんで、ぜひつけて歌ってみてくださいね。じゃあね、後ろもスタンバイできたということなので、今度も会場のちびっ子全員で歌ってね。曲はアニメセーラームーンよりムーンライト伝説です。じゃあちびムーン、いくよ。うわ、後ろに月が見える。やっぱムーンライト伝説だからかな。ムーン一応ダジャレなんですけど。あ、そうなんだ。まあ、それはいいとして、このムーンライト伝説のフリーバーですね、手に注目です。そうだね、なんか微妙に違うところがあるんだよね。これをね、みんなができたらもうセーラー戦士にね、なりきっちゃうね。なくなるよなムーンライト、電話もできないみんな、だって純情の星よ、ハートは万華鏡、天気の光に導かれ、何度も巡り合う、全座の
がとうございました。みんなね、とっても元気でよかったよね。はい、はい、それじゃ全セーラー戦士も揃ったところで、ここで私たちの必殺技を会場のみんなに教えて一緒にやっちゃおうかな。みんな一緒にやってくれるかな。はい、はい、必殺技コーナーに入りたいと思います。はい、じゃあね、今回は新セーラー戦士たちにやってもらうかな。参戦の友達。はい、賛成の友達がたくさんいるということなので、新セーラー戦士の人一歩前へ出てきてください。はい、新しい選手は5人います。この中で誰にやってもらいたいですか。はい、じゃあ聞いちゃいましょう。はい、聞いて、はい、どんどん言ってください。はい、はい、何ですか。何ホタルちゃん。はい、たくさん声が上がってますけど、誰がいいかな。じゃあホタルちゃん、マーキュリーにやってもらいましょう。はい、マーキュリーで早速出てきて、はい、必殺技を早速やってみてください。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、いきますよ。はい、せーの、シャボン。あれ大丈夫ですか。大丈夫です。もう一回やりましょうか。わかりました。ムーン、まだね、新人なんでね、習得できてないと思うんですよ。ごめんなさい。ですからこのコーナーはですね、新セーラー戦士へ必殺技伝授というコーナーにしたいと思います。伝授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 ってことは先代が来るかも、いるかも。なんと私セーラーウラヌス、先代を呼んでまいりました。おお、本当ですか。はい、先代のマーキュリー川辺千恵子ちゃん、どうぞ。はい、どうぞ。こんにちは、皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、久しぶりです。はい、じゃあ元気ですか、千恵子さん。元気です。はい、元気。はい、じゃあ皆様に、はい、初めての方もいらっしゃると思うので、ね、まず自己紹介から、はい、5代目セーラーマーキュリーの川辺千恵子です。私は約1年半セーラーマーキュリー役でこの舞台に立っていたわけなんですが、いろいろなことを吸収してここまで成長しました。こんなに成長できたのは私の目の前にいる大勢のお客様のおかげだと思っています。本当にたくさんの応援ありがとうございました。これからもいろいろなことに挑戦していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はどんな必殺技をやってくれるんですか。どうしましょうかね。じゃあ、はい、みんなが知ってる技で、シャボンスプレーっていう技を知ってるお友達、はい、手を挙げてください。はい、手を挙げて。はい、はい、そうですね。じゃあシャボンスプレーに決まりです。はい、まず、はい、シャボンスプレーのシャボンの部分、こうシャボンを作ります。シャボンちょっとマイクで、シャボン玉のシャボンかな。はい、シャボン作ってみてください。シャボン、こうです。この時にシャボーンって言います。シャボーン。さあ次にこの作ったシャボンをスプレーで出します。いいですか。スプレーで、こうです。こうね、シャボン玉を投げると。投げます。はい、これで、もう相手もすぐにね倒せますから。倒せちゃう。はい、シャボンスプレー。はい、わかりましたかね。はい、いいですか皆さん。はい、じゃあね、最初はゆっくりやるので、それにみんなついてきてください。はい、じゃあいきますね。せーの、シャボンスプレー。はーい、みんなできたな。どうですか。できたお友達いますか。いっぱいできてますね。はい、じゃあね、ゆっくりバージョンがみんなできたということなので、はい、次は普通のスピードでやりたいと思います。はい、はい、みんな準備はいいかな。はい、はい、じゃあいきますね。せーの、シャボンスプレー。おー、かっこいいですね。これです。はい、分かったね。じゃあね、これで必殺技伝授コーナーを終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、せっかく可愛い川辺千恵子ちゃんが来てくれたので、新セーラーマーキュリーと2人でマーキュリーのテーマ曲を歌ってもらおうかな。あ、いいですね。歌いましょう。はい、はい、はい、それでは歌ってもらいましょう。 Drive Me the Mercury。はい、もうチェイさんがね、なんとこの日にやってきたんですよ。夢の共演だね。そうですよね。私もやったことないのにやりたいのにでも、もう私も1年経ちましたから。そうですね。冗談じゃないよって言っちゃってますけど、笑顔ですよ。でも
やっぱりね、イベントだからね、笑顔出てくるんだよね。はいかないと言いなが、おー、なんか不思議ですね。不思議だね。やっぱちえちゃんとね、やったことあるから、なんかマーキュリーがね、二人いるって感じなんだけど、本物が二人みたいな。ねえねえねえ。でもまなみも本当に ねマーキュリーが似合う、似合うよ本当、うん、ねえ。実はね、このマーキュリーだけがこういう風にやってやったんじゃなくて、そうだね、別の日にまたヴィーナスとサタンがこういう風に共演、夢の共演をしたんですけど、はい、あゆみちゃんと、カッキーが来てくれてやってくれました。はい、楽しそうだね、ダイさんも。もう私も歌いたくなって息が合ってますね。こんなんじゃない、新旧セーラーマーキュリーの夢の共演、素晴らしいですね。はい、ところがね、ちょっと長男聞いてよ。何？気になることがあるのよ。どうしたの？ちえちゃんは確かに可愛い。可愛いよ。あんたさ、私の妹じゃなかった？勘違いかしら、勘違いかしら。ダンザーのとかやってなかったかしら。いや、覚えがないですね、私には。ひどいわ。正義なんで。そうだったよね、念願の正義になりました。可愛いので、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。まあ仲がいいわ。仲いいね。ね、かわいい。かわいい。はい。確かね、あの二人はかわいい。かわいい。かわいすぎる。ほう。がしかし。しかし。負けません。いや。私たちじゃありません。私たちが叶うわけないでしょ、特にあなたは。ひどいわ。実はね、頑張ります。はい。私たち星の一家。実は今回、かわいい、かわいい。あの二人にも負けないぐらいかわいい妹が。二人いるんですね。そうなんです。はい、なんとあの可愛い可愛いちびうさちゃんよりも、うん、さらに可愛いかもしれない二人組の女の子です。こんなにたくさんの皆さんの前で歌ったり踊ったりするのは初めてですからね、はい、優しく応援してあげてくださいね。それでは星野聖歌ちゃん、希望ちゃん、元気よく頑張って。二郎系ソーセージなんですよね。そうですね。かわいいよね。はい、キラキラが似合ってますね。はい、なんか声がね、なんかもうかわいいよね。もうかわいいだよね。この一言だよね。持って帰っちゃいたいもんね。ダメよ、持って帰っちゃう。ごめんなさい。でもそれぐらい可愛いね。可愛いね。呆れる。もう笑顔になっちゃうもんね、見てるだけで。なんかほんわかしてきちゃうよね。さあ釣り運動、おかげでお弁当おいしく食べられていいんじゃない。ごちそう詰め込んで。
人モス星野聖火をやります。石倉敦希、小学校3年生の8歳です。頑張りますので応援よろしくお願いします。同じくクリーム星人アルバ星野希望をやります。後藤加穂です。小学校3年生です。9月生まれの乙女座の8歳です。歌も踊りも大好きです。よろしくお願いします。かわいい、はい、よくできました。それでは夏公演に向けて星野一家頑張ろう。はい、ウラヌスとネプチューンが出てきました。はい、お星野一家もノリノリですね、はい、ノリノリで帰っていっちゃいましたけど超ビウラヌスとネプチューンですね。私も歌いましたよイベントで。私も歌いましたネプチューンで。もうネプチューンでしたもうかっこいいですね。かっこいいな。海の秘密グリーンに揺れる時水の実が見つめて操るというネプチューン私のことよ。踊りもかっこいいですよねやっぱり。ないですね。絵になるもんね。ですね。見てるだけでもすごいもんね。最後のタリスマン。なんかすごい見入っちゃいますね。誘われてセーラーウラヌス華麗に活躍。新たな時代に誘われてセーラーネプチューン優雅に活躍。ありがとうございました。今歌わせていただいた曲は超美ウラヌスとネプチューンでした。ここで皆さんに2人よりご報告がございます。はい、私高木直人と私浅見優香は夏公演で卒業します。嘘じゃございません。嘘では言えません。はい、長くこのウラニップコンビでやらせていただきましたが、これも皆様の熱い声援があったからこそだと思います。夏はですね、セーラー戦士と一緒に素敵な舞台を作るとお約束します。ですから夏公演見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは私たちウラヌスネプチューンのために作っていただいた曲を歌いたいと思います。曲は Hush Saint Cry。 二人だけで歌うのは最後かもしれない。貴重なお宝映像たっぷりとお楽しみください。灼熱のリズム Flashing Wing 運命のプリンセス体温はあなたを夜感じてた。意味なく神秘の冒却のリズム Deep sea, 静寂のプリンセス
雪村さんによるミュージカル情報コーナーがあったのですが、時間の都合上カットさせていただきました。ごめんなさい。はい、先輩、オッケーです。よし、わかった。先輩、危ない。普通に出てこいよ、お前は。普通に出てこいよ。お前、いつから刑事になったんだよ。ただスタンバイができたってことを言いに来ただけだろ、お前。はい、できました。わかりました。じゃあ、行きましょうか。お前もそういうことするようになっちゃったか。恒例のミュージカル質問コーナーでーす。今回の質問コーナーは笑い満載、見どころ満載、いつもとは一味違う内容なのでお楽しみください。ちょっと私のこと捨てないでくださいよ。ごめん、今もう2人やって。何座ってんですか。もう2回俺司会やったら疲れちゃってさ。まああとはケンジ君にお任せしますから。本当にですか。はい、司会の浦井健二君です。ゲゲー。それでは、はい、いきなり質問ボックスからですよね。はい、もう引いちゃってください。テンション上げない。テンション上げていきます。じゃあこちらにします。じゃが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 じゃん。ででん。笑ってる。はい、低い感じですね。北原葵ちゃん、葵ちゃん3歳。うん、じゃあこれはセーラームーンへの質問です。はい、はい、あ、葵ちゃん、葵ちゃんはどこかな。はい、はい、会いましたね。それだけか、おい。はい、質問は、はい、ましょう。かわいいね。質問はかわいいねなんですか。いやいや、の後に敵は怖くないの。あー、敵といっぱい戦いますかね、私たち悪役とね。そうですね、それだけなんです。戦うのは怖い、怖くないのか。戦うのは怖くないです。やっぱりあの戦士全員心を一つにすれば全然敵は怖くありません。はい、なるほどね。うまいですね。全員に聞いてみましょうかね、この質問ね。あ、新しい人はじゃあこれから挑むことについてやるのに怖いかなっていうのを答えてください。じゃあ、プルート。私もやっぱりムーンと一緒でですね、怖くないです。怖いと思った時点で負けだと思います。なので、この質問で合ってますか。あ、合ってます、はい、合ってます。ごめん、ちょっと聞いてなかった今。ごめん。はい、気持ちの持ちようが大事です。仕事しましょうよ。ちょっと待ってもらいます。司会者で聞いてなかったってどういうことだ。その前にちょっとなんか自分にハマっちゃってすいませんでした。はい、はい、ごめんなさいね。皆さんはちゃんと聞いてくれてるでしょ。ほんとすいません、ほんとごめんなさい。はい、じゃあ、はい、じゃあ新選手は後に回して。そうですね、どうぞ。はい、ゆかちゃんから。私はウラヌスと共に戦っていれば怖いものなど何もありません。熱い。ベストカップですね。はい、僕はカッパがついてきたらとても怖いです。カッパになった、カッパになってる。カッパ、それがカッパなんだよ。いや、あの僕はですね、 あまり敵を怖いと思って見たことはないですね。あのどっちかっていうと切り込み隊長なので、来た、これは、うワールドーって、はい、すぐにワールドーかスペースって言うんで、あんまり、ね、あの怖いと思ったことはないですね。とにかくあのプリンセスを守るためならっていう気持ちと、うん、内部は可愛いからちょっと待ってなさい、僕が行くっていうね、そっちの気持ちの方が強いんで、あんまりどんな敵が来てもかかってこいっていう感じです。じゃあ次は見ててください。はい、あ、怖いな、変わりないとですね。頑張りましょう。はい、はい、じゃあマーズどうぞ。はい、内部の中ではやっぱりジュピターとマーズが一番力があるので、やっぱり私たちが先にこうどんどん行こうという感じで、プリンセスを守るためなら命など惜しくないみたいな、そういう感じなので怖くはありません。結束固いですね。はい、固いです。素晴らしい。はい、はい、じゃあ新しい戦士サタン、サタンちゃんが、はい、これから、これからですか。うん、怖くないと思います。
頑張りますって感じですか。頑張ります。はい、はい、じゃあチビーム行こうか。私はいや今僕の席番。今ねちょっと雪村さんが失礼したみたいでね。多分サタンみたいに多分怖くないと思います。頑張って戦いましょうね。はい、敵と戦うのは怖くないと思います。プリンセスを守るためならいっぱい戦いたいと思います。はい、はい、じゃあヴィーナスどうぞ。怖いと思います。怖いですか。なんか、まだ分かんないですけど、でも怖くなくもないです。分かりません。怖い怖いですよね。怖いですってないですか。怖いのを振り切って戦いに行くってことですね。そうなんです。そうです。はい、はい、怖くないくです怖くないです。はい、はい、でも頑張って戦います。はい、はい、ジュピターどうぞ。はい、多分怖くないですね。もうやっぱりジュピター強いっていうので頑張らなきゃいけないんで、でももし何かあったらウラヌスに頑張ってもらいます。お願いします。助け合って僕頑張る。僕頑張るよ。はい、じゃあ雪村さん。敵でしょ。敵と戦うので。そう、敵はねやっぱ今阪神タイガースかな。もうちょっとで首位なんだジャイアンツ。ああそうなんだ、うん、強いわ阪神。ちょっと待ってくださいよ。場所が違うから。いやっていうかね、もうね、はい、ある意味俺ねもうヴィーナスの攻撃でもうメロメロだよ。もう訳分かりません。もうこんなんで許してください。はい、分かりました。タキシード仮面様にも聞きたくないですか。あ、そうだね。うん、どうぞ。ほらすっかり油断してたよこいつ。怖くないです。あ、刑事大丈夫。かっこいいかっこいい大丈夫よ、うん、ちょっと助けてください。進行してください。司会者ほんと天然ですよね。ほんとにすいません。もうダメだ。じゃあこの締めが悪いところで質問コーナーを終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、というわけですっかりミキちゃん沈没です。もうほんとすいません。はい、もうダメ。ちょっと切り返すよ切り返すよ。はい、ね、私たち星の一家ほら切り替えろよ。ここからは皆さん気分を切り替えてくださいね。ノリノリのサービスソングコーナーです。トップバッターは高木奈緒さんによるチーミー僕たちの時代です。こぼれ落ちそうなほどに熟してる心を、お互い隠してるのはここいらでやめよう。好きさと一言言えば胸が時を刻み、夜明けが扉開いて海風を招く。
は血よりも赤い。恨み重なる敵の急所を仕留めたら即血祭りにする。ルビーの赤はそう血よりも熱い。何も知らないあいつらまとめて騙して引っ掛けおびき寄せ罠にぶち込むなんて。このルビー様にしてみたら軽い軽いお仕事よ。シード仮面様、雪村さん、そして与田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは私たちもタキシード仮面様たちに負けないくらいかっこよく決めたいと思います。じゃあみんな
行くよ。オン21センチュリーナウ、恋の戦士じゃいられない。みんな一つって感じしますね、今の。ねえ。きっと言える、きっと叶う、星と星が結ばれる日。Run Justice Sailor Moon。この歌はさ、やっぱ長いじゃん。長いね。だからでもみんなね、覚えるの大変だったと思うけど、ね、頑張ってくれた。でもさ、この長い分、覚えるじゃん、ちゃんと、うん、だからすごくね、気持ちよかったよね、うん、やっぱりね。セーラーマーキュリー、きっと放つ燃える粒子、闇の彼方まで、ファッションプレイ、セーラーマー、もっと怒り、どこ行っちゃったの、出てきてくださいこの後ね、意外ね、意外なことが待ってるの。はい、ちょっと楽しみにしちゃうよ、意外なことが。あれもう初めてだったんでね、もう初フライング、初フライングです。練習の時は怖いかなと思ってたんだけど、すごく気持ちよかったです。で、中にはね、あの初めの方にはもがいちゃったところもあったんだけど、それはね、まあ、初めてということなので、めぐちゃんお許しください。よくやったライガちゃんでも最後の方はちゃんとね、あの飛んでましたよ。やっぱ気持ちよかったでしょ。気持ちいい、なんかね、2階席のところまで見えちゃって、すごく気持ちよかったです。今日は本当にありがとうございました。新メンバーを含めたセーラー戦士で、夏公演は素晴らしい舞台を作りたいと思いますので、皆さん期待していてください。よろしくお願いします。それではここで、戦士一人ずつにですね、夏の抱負を聞いてみたいと思います。まずはじゃあ新セーラージュピター。はい、皆さんの足を引っ張らないように力強くジュピターを演じていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、次は新セーラーヴィーナス。はい、
夏公演を見に来てくれたお客さんに愛を持って帰っていただけるような舞台を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。はい、次は先輩ことセーラーマーズ。はい、私も新しい戦士のやる気に負けないように歌もダンスもお芝居ももっともっと磨きをかけていきたいと思っています。夏公演楽しみにしていてください。お願いします。続いて新セーラーマーキュリー。はい、新セーラーマーキュリーとして今までよりもっとパワーのある舞台を目指したいと思いますので皆様応援よろしくお願いします。はい、ではプルートからお願いします。はい、夢と感動を与えられる舞台にしたいと思います。皆さんぜひ見に来てください。はい、新セーラーサターン。歌も踊りも演技も皆さんに追いつけるように、置いていかれないように、後悔しないように、一日一日を大切に頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、それでは最後ネプチューン。はい、一回一回を大切に、そしていつも新鮮な気持ちで取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、夏公演はですね、セーラームーンスーパーということで、私は無限学園の制服が着れるのではないかななんて楽しみにしております。どんなものになるか楽しみにしていてください。そして、セーラー戦士一つになってプリンセスを守っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではここで僕が呼んだ秘密兵器を呼びたいと思います。本日のゲスト川辺千恵子ちゃん、どうぞ。はい、再び登場です。はい、お帰りなさい。ただいまです。はい、はい、どうですかこのニューメンバー、すごく新鮮ですね、めぐみちゃん以外ね。あ、かわいそう先輩。めぐみちゃんこれから頑張ってください。はい、もっと頑張ります。はい、プンって何ですか。新鮮士のみんなも地方公演初めてだと思うのでお土産楽しみにしてますから、はい、そんなアピールなんだ。そんなアピールで、のちゃんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。買ってこいってことですね。わかりました。じゃあ全部のね、はい、地方で買っていきたいと思います。お願いします。はい、はい、川辺千恵子ちゃんもねこれからもいろんなところで活躍すると思いますので、はい、応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は楽しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。はい、はい、じゃどうもありがとう。また来てね。バイバイ。バイバイ。それでは我らがセーラームーンも変身してくださいまして、エターナルセーラームーンの登場です。はい、じゃあねチビムーンも呼びたいと思います。はい、じゃあチビムーンおいで。はい。はい、全セーラー選手が揃ったところでラストの曲はもちろんこの曲です。ラ・ソルジャー。今回のラ・ソルジャーはフルコーラスですね。はい、フルコーラスなんで新しい踊りも足されたので皆さん覚えてみてくださいね。これ以上無理よ、待てないわ、スレスレで終わらせないで、あなたの全て欲しい。二人を隔てたスライドが腹に滑り落ちて
夏公演、新メンバーも加えて、みんな今から気合十分です。私も歌、踊り、お芝居、どれを通ってもまだまだ未熟ですが、10周年記念公演に恥じないムーになりたいと思います。私たち全員、新たな敵に負けないように一層頑張ります。いっぱいいっぱい応援してください。約束だよ。それでは、この後楽しみにしていた握手会が待っています。それまでバイバーイ。いかがでしたでしょうか。進行はセーラームーン役の倉木まりなとセーラーマーズ役の吉田めぐみがお送りしてまいりました。今回のイベントを振り返ってみてどうでした、先輩。はい、そうですね、今回のイベントで新セーラー戦士も加わって、そして私も先輩という立場に立って、もう頑張りましたね。頑張りましたか。はい、はい、頑張ってましたね。マリナはどうだった。私は、去年のお披露目からなんと1年が経って、今回は新セーラー戦士も加わったじゃないですか。そうですね。なんで1年前の自分を思い出しちゃって、またまた緊張してしまいましたよ。はい、はい、やっぱね、これからも新セーラー戦士も加わったので、自分も座長らしくやっていきたいと思いますので、なるほど。セーラームーンミュージカルはもちろん、マリナムーン、そして新しいセーラー戦士たちも応援よろしくお願いします。私、セーラーマーズ役の吉田めぐみも応援して